フンさんのバンドルパクるとか許せないですね。ほんとそれな。前の動画でね、これ YouTube のこのアットマークの横の名前、まあ、これがね、前まで日本語使えなかったから、俺ローマ字でフンさん YT っていうのね、したんですけど、これ日本語バージョンパクられちゃったんだよね。ほんと許せないよね。って、お前もパクっとるやないかーい。あ、皆さんこんにちは、フンさんです。ということで、今日も京都でマリオカート8デラックスランダムカスタム動画をやっていきましょう。早速前回パートコメント。66件いただいてますので、この中からランダムに抽選して、ランダムカスタム診断していこうと思います。ポン !2番目の方よろしくお願いします。さあ、今回名前をお借りする方はこの方です。ポン、フリーズストライカーさんと。いうことで、タイトル重量級、重力級は草、何重力級って。あれか、俺タイトルごじってる。あ、ごじってるわ、俺。タイトル変えときます。重力級になってました。英語で、ね、行きましょうか、診断する。フリーズストライカーさんは、インクリングで、トライマッシュ、スリックタイヤ、パラセールのカスタム出しましょう。誰も使ってないだろ、これ。行きましょうか。もうダメそうな匂いがプンプンします。行きましょう、DK マウンテン。コースもきついしな。まあ、早速、ステータス見ていくんですけど、もう前回に引き続きさ、もう曲がれないカスタム、スピード、重さに特化した、超使いづらいカスタムになっておるんですが、まあ、頑張ってやっていきましょうか。あ、このね、まあ、今回の、スリックタイヤだっけ、サイバースリックだっけ、どっちか忘れましたけど、どっちもね、あれなんですよね。スピード、地上スピードと半重力スピードがね、全タイヤの中で一番速いんですよ。一番速いけど、まあ、空中と水中は一番遅いって、まあ、なんか尖った性能してるんで、まあ、地上とね、半重力を、まあ、生かして、そのスピード生かして、勝っていけたらなと思ってるんですけど、まあ、その、速ければ速いほどいいというわけじゃないんで、こう、このカーブとかな、ミスク怖いんですけど、しっかり曲がっていって、なんか2位まで上がってこれた。そのキノコの加速欲しかったな。このキノコ、まあ、使わずに1位クラクション持ってるんで、トギ譲ったりしてこないんで、まあ、最後まで持っていきつつ、魚振って勝てれば、みたいな感じでいきたいんだけど、パックン怖すぎるな。大砲中に効果切れてくれるか。後ろからめっちゃ来てる。1個使っとこうか。1個使っといて逃げといて、あ、コインも7枚あればいいかな。ここターボたまんないよね。たまんないよね。ちょっと苦しいですけど、それくだらないでね、逃げます。あー、まあ1位抜けちゃったか。クラクション持って蛇行運転してるの怖すぎるんだけど、まあここバグボックスね、あの強いアイテム出やすいボックスが2個あるんで、なんならもう一発サンダーありそうで怖いんだよな。おい、潰しちゃってる。しっかり今度も飛んでいって、曲がってね、怖い。ちょっと膨らんだけど、なんとか合流していった。まあ、トゲ来てないからな。2位でいいしな、ぶっちゃけな。1位取りに行かなくて、いや、そんな弱気なこと言うな。1位取りに行こう。後ろにこれ、アッツかけちゃおうか。で、ミドルコラボすることによって、ブーメラン帰ってきつつ交換できる、木の位置。これね、まあ、今回、青のね、このインクリング、ボーイ使ってるんですけど、おすすめがあって、青色のね、キャラクター。まあ、ルドウィックとかもいますけどね。これ使うとね、マジでね、トゲ像とマップがね、区別つかない、パッと見。これマジ1位嫌だと思う。結構神経そがれんだよな、青色のやつがいっぱいマップにいたら。皆さん青色のキャラクター使えそうな時はぜひ青色染めてください。マップを1位に圧かけれるんでね。さあ、バナナ、これニスクちょっと安定に行こう。安定に赤っこら当たんない。まあ2位で耐えたらって感じか。サンダー回避いないんで、まあ、このサンダーはナイスサンダーでしょう。ジャンバクション入んないと怖い。大丈夫、 OK。 まあ、トゲいかなかったけど、まあ、トゲいってたら1位だったんだよね。実質1位、 OK、 ナイス。平均レート高いね。マリオカートスジム、こことかさ、最後、まあ、グライダーあるじゃないですか。ワンチャンこの数もさ、グライダー、あのロンググライダーせずにさ、地上走った方が速いとかない？何その押され方、帰ってきた。まあ打開も強いんですけど、まだ1周目なんでね。何そのテイク、めっちゃ低かった。まあ一旦ついていって、で2周目ぐらいに前を走るか打開するか決めましょうか。あのロンググライダーの方がさすがにあれだよね、インコースつけてる分は強いと思うんで、ここはしっかり紫ターボ伸ばしてロンググライダーやっていきたいんですけど、こすっちゃった。ちょっと下がるか。このまま見てもダメだな、コイン止まってないし。ごめんねごめんね、鉄柱ファイヤーしてごめんね。ただただアイテム捨てたかったんです。やめてください。コインなくなっちゃった。1枚2枚回収して、まあ、サンダー降ると思うんで、まあ、降んなら早めに降らしてほしいところなんですけど、コイン5枚、そこの3枚マジで欲しい。ナイス。この3枚でかいけど3枚失っていく。返してよ、お父さんを返して。いやー、さすがに離れすぎか。
キラー早く使った方がいい気はしている。いやー、まあまあサンダー振らしてくれるんであればまだな、まだまくっていけるか。みんな前詰まってくるんでね。キンキのナイス、これナイスナイスナイス。表キンキの裏キラーはナイス。逆だったらちょっと使いづらかったんだけど、ここキンキの外か行きつつアイテム交換できるんで、ロングぐらいじゃないな、ロングキラー。たまたまない、いやーたまたまない。使うか。うわー、この半重力地帯のね切り替わるとこで使ったらロンキ入るんだけど、ちょっとあれだな、ターボたまんなかったな。しっかりメイズ決めて順位上げたいけど、それやられたらきちいわ。いやこれ間に合うかな。キンキナの効果切れちゃうか。アイテムスルーしてるし、まあ、キンキナの効果は間に合いそうか。メイズ伸ばしていくけど、その被弾痛すぎるな。グラグラ火山、火山はまあグライダーちょっとありますけど短いんでね、そんなにまあこの空中が遅いっていうデメリット気にならないかなと思ってるんですが、さあどう立ち回っていきましょうか。まあキノコ持ってるんで、一発目からショートカット使っていってガンガン前走っていきたいところ。コイン1枚回収。あ、これ投げないでね、優しい。避難した瞬間すぐポイ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 投げるしてるからね、あれやめてほしいんだけど。ここキノコ使っちゃっていいと思う。さあインコースついていって、ちょっと射程長いからぶつかりそうで怖いけど、若干ダート噛んじゃった。ごめん、譲れんかった。ちょっとダート噛んだ分やられちゃいましたね。んー、じゃあコイン集めましょうか。ミドさんとか食らいたくないんで、ちゃんとラインずらしつつコイン集めルート行きたいところ。投げないでね、前投げた。攻めるね、それはそれで攻めるね。コイン取れない、アウトのコイン取りましょうか。1枚2枚解消 OK で、次のねこのボックスもねバグボックスで、まあ、強いでも出やすいんで、こうしっかりダブル止まってでもいいから絶対取りに行きたい。 OK、 繋いでる。スターキンキノか、まあ、スター吐いといて誰かサンダー引いてねえかな。全然バグボックスだから引いてもおかしくないと思ってるんですけど、ちょっと中途半端に上がっちゃった。スターナイス、引かれないように。まあ次のあのさっきのまたバグボックスでスター交換するぐらいの気持ちでいいと思う。引かないで、やべえ、ハンドリング悪い、危ないよ。結構ギリギリだった。ここ焦んない、まあ、サンダー振ってもバグボックスでもう一回スター引きに行けると思うんで焦って使わない。キノさん出るのが強っ。ここでしっかりスターを交換してワンチャンサンダーも全然あると思うんで振らしてくんねえ。ナイス、オッケー。そしたらこれもう焦らずに持っていくだけで勝てるんじゃないかな。いや、ショートカットするべきなんだけど怖いな。ここのショートカット落ちるからな。丁寧に、そんなインキワキワ攻めなくていいから。怖すぎる、今息できなかったわ一瞬。そしたらこれドリフトしながら飛んでいければパックン使って勝利と思ったら取られました。 OK、 いいね。キノピオハイウェイ、やっとコース名覚えた。ここのいつもなんかキノコリッチウェイなの、ムーンリッチハイウェイなの、なんかこんがらがって間違ってましたけど、さあこのさコースはさ、このカスタム相性いいんじゃないですか。地上スピード速いんでだいぶ前走れていけるかなと思ったんですけど、紫溜まってないの、マジか。全然ターボ溜まらない、 3.25 しかないんで。風取ったのないっすね。これコインガンガン使っていけんだけど、アイテム取れなかったらなんのやばいけど、緑これ出るぐちゃぐちゃなってるわ。でもさ、1レース目2位で勝って、2レース目、まあ、マリカス負けて3レース目1位じゃないですか。ってことは流れ的に負けるかこれそんなネガティブになっちゃダメだ。ここまあトゲ来たら絶対譲りたいんで、マップは見ときたいんですけど、ターボ溜まってない分マジ追いつかれてる。これもう譲ろう、譲って2位でトゲ受けるのが一番いいでしょう。まあキノコとか引いておければ。危ねえ、2個持ってる。キノコか、交換しよう。キノコとかクラクション持っておければ譲られてもいけると思ったんだけど、サンダー振った、まあ、回避勢はいないんで、まあ、そんなに上がってこないかなと思ってるんだけど、詰まるよね。だいぶ密集しちゃうんで、被弾だけ怖いな。アイテム取れる、ナイス。あ、ここナイス、2個持ってる、いいよ、攻めろ攻めろ、潰すんだ。お、ナイス、いいよ、いい攻めだ。あ、なんかめっちゃ強い、みんなアイテム運がやばいわ。どんな運しとんねん。で、これバナナ食いたくないから前行っちゃう。で、俺がこれアクコラ持ってるから潰せるんだけど、1アイテム生かしたくないからここ投げちゃって、2位で2個降りたかったけどな。どうだ、トゲゾウサンダーあんのか。なかったらこのまま逃げる。そう、キノコナイス、そのキノコありがて、結構でかいぞこれ。交換しよう、テレサ怖いんでダブル交換しちゃって、表はまずいからもう一回交換しちゃって、前投げちゃったのまずい、反射が、反射が怖い、はっ、あー、何してんだ。いやこれやめて、許して、風ちょうだい、
潰しちゃって潰しちゃって1位が取りたい、1位取れたのに最悪マジで指が離れたんだけど最悪すぎる。いやこれマリカスと来れなかったらなんか一桁得点もありそうな感じでしたけどね、このいい部屋で。ということでね、ちょっとミスがしちゃいましたけど、まあ、今回はこの辺でというところで、またね今回パートコメントしてくれた方、次回抽選しますんで、よかったらコメント、高評価、チャンネル登録してくださると幸いです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。